行こう。絶対に勝つんだ。 ヤタガラモン。 全ては整った。 任せておけ。
僕たちは。その通りだと思うわ。でも本当に他の方法はないのかしら。今回は危険な道を進むとしても常に安全を意識することは大事だと思うの。っていうかさ、私たち知らないことばっかりじゃん。伝承とか霧とか、何もしないでいたらわからないままじゃん。だから今は何かしないといけないんじゃ。カイトはとにかく動いて。それしかねえだろ。じっとしたまま生贄にされるなんてごめんだ。だよな。ただ修二さんの言う通り、信じられるものが少ないのも事実なんだけどよ。何もしないでいたらそういうもんは増えないだろ。そうだね。だからどうすればいいかをもう少し落ち着いて考えられればいいんだけど、リョウはどうすればいいと思う？わかんねえよ。お前はどうなんだ？僕はできれば一致団結して行動したいと思ってるけど。ならそうしろよ。俺はそれでいいと思うぜ。そうか、そうだよな。ありがとう、リョウ。とにかくよ、ジジモン以外に何か知ってるのはもうあいつらしかいねえんだ。あいつらとだって話はできるんだ。ならあいつらの基地に乗り込んでみないか？僕は反対だ。話し合いなんて無理だ。ジジモンたちだってもう何も知らねえだろうよ。ってことはもうあいつらに話を聞くしかねえ。みんなはどう思ってるんだ？俺の意見に賛成のやつは手を挙げてくれ。みんな正気なのか？何かないか？なんで俺に聞くんだよ。だってこのところクネモンと仲がいいみたいだしさ。あ？別に何も変わってねえよ。キュキュ。そうだよな。前からこんなもんだったろ。きっかけなんてな大層なもんは知らねえけどよ。気づくか気づかないかじゃねえの。気づくって何に？それは人それぞれだ。俺のことは修二には当てはまんねえよ。そういうものなのか。しかし修二のやつ